昨日お願いしました。ああそれ用に先輩にお願いしました。ああそうか、それはお願いすんの、今度こんなんあるんですぐらいのちょっと遠回しに気づいてほしいなみたいなところでいくの。え、僕ストレートでお願いしちゃちょっと申し訳ないなと思ってて、うん、持ってないですよくださいよっていうのもちょっとなんかどうしようかなと思ってたんですよ、うん、でそうしたら、うん、とある先輩から、うん、連絡が来て、うんうんうん、ミュージカル大丈夫と、うん、心配の連絡が来て、うんうんうん、その流れのやり取りの中で、うん、それってどうするんですかねみたいな持ってないなみたいな雰囲気出してうん、うん、もう言ったやろ、その雰囲気じゃなくて言葉で言うやん。その流れでお願いしました。あ、じゃあその先輩もその習わししてんだ、はい、もう、うん、あ、じゃあ送らせてよってことだ。で、頼みましたそれが届くんだ、はい、ちなみに、うん、誰、水木有沙さんに頼みました。うわーすごいね。じゃあ俺も作る、俺も送るよ。いやいや、それダメじゃないですかどっちかけるみたいなそれだって、それ一番困るやつじゃないですか、これどっちかけたらいいのみたいな。